手腕だったらね、あの国内政治もこんなことになってないと思うんですよね。物価高ではありながら給料も上がってきてるし、日本の経済はどうなる。とにかくあの4月6月がむちゃくちゃ良かったんで、結局そのじゃあエネルギー代も高くなるし、でその兵器なり何なり送んなきゃいけないしっていうのが短時間で終わると思ったら、ロシア・ウクライナ戦争めっちゃ続いてるじゃないですか。でそれをずっと支援し続けなければいけないっていうのもあって、で日本も今回その、まあ、ヨーロッパに対してそのロシア・ウクライナに対して日本はほとんど支援しなかったんですけど、でガザとイスラエルに関しても日本はそこまで支援してないじゃないですか。でも多分今後支援ヨーロッパ始めざるを得ないんですよね、イスラエル側に。っていう感じでいくと、なんか揉め事と一定の距離を置いていて、とはいえなんか G7 に入っていて君たちと一緒だよって言いつつ温存してるっていうのが岸田さんの手腕であるっていう、このストーリーどうですか。いや、それは本当にあの、岸田さん喜ぶと思いますけどね。あえて、しゃもじしか持っていかなかった、ね。あと、送ったのは何だっけ、カイロと。そうそう。あ、なんか真夏にカイロ送ってるんですよね。そうそう。ほとんど嫌がらせなんじゃないかぐらいの。まあ、それが手腕だったらね、あの、国内政治もこんなことになってないと思いますけどね。まあ、とはいえでも日本は一応そのなんか、あの、物価高ではありながら給料も上がってきてるし、そのまあコロナ後もそれなりに企業収益も良くなってきたので、割と上り調子になりつつあるわけじゃないですか。経済はね、鬼畜がね、7月、9月が、マイナス成長になってしまって、一旦、あの、落ち込んじゃったんですけど、とにかく、あの4月6月がむちゃくちゃ良かったんで、あのすっごい、確か実質経済成長率で4月6月は 4.8%、 だいたい 5% 程度の成長で、名目成長率に至って 12% という、近年まれに見る成長を年率換算でやってるんですよね。ですからおそらくはIMF が、の、世界経済見通しが言ってるように、2023年の成長率は 2% ぐらいに落ち着くだろう。これはアメリカと同じです。アメリカの成長率と同じ。で、名目、実質がこれで名目は多分 5% 程度になるだろう。だからこれは、まあ、どんなにこう、厳しい目で見たとしても、景気は悪くないというふうに考えるべきだと。景気がそれほど悪くないのに、悪いとは言えないのに、うん、なぜこんなに政権がガタついてるのかっていう、うん。まず景気が悪くないのが岸田さんのおかげだとまず思ってない。思ってないから。うん、それで内政でね、内閣改造にしても、解散を打たないにしても、結局欲しいんだろうっていうふうに思われて、ありとあらゆる経済政策も、あの、すべてやろうとしてることが保身のためっていうふうに、完全に、まあ、見透かされてしまったと。いうところですね。だから、今、これから何をやってもね、例えば憲法改正とか、もしかして、まあ、なんか、政権浮揚のためにとかやっても、これまた保身で変なことしただろうみたいにね、やっぱこう、結びつけられちゃうもうような状況になってしまっている。もう相当、こう、ひどい悪循環に入っちゃったなとは僕は見てますけどね。うん、次回のゲストは？あ、一緒です。うちももう3時間睡眠とか続いたら熱出ますね。はい。だからなんか忙しい時とかになんかその睡眠時間短くなって風邪ひいて余計面倒なことになるっていうのがあるので。そう。